王の娘だし。ああ、どうすんだよ。これじゃもうレモネード作れなくなっちゃったし。弁償しろ。喧嘩すんなよ。みんなも注目してみてね。はいはい、リサです。見どころは何といっても風祭り恒例ゲットレス。リゾクじゃん。目が目指せ優勝。ポケモンのことなんてよくわかんないから正直見る前は興味なかったの。でもとにかくみんな熱くて超興奮しちゃった。それでね、私も初めてポケモンゲットに挑戦したんだけど、ピカチュウ変わって連行でかな。今だ、モンスターボールだ。ポケモン初心者大歓迎。友達みんなで映画館に遊びに来てね。絶対だよ。